2リーグ戦以降のプロ野球史上、外駒さんが唯一の達成者という偉大な記録です。昭和50年に20勝を挙げ、チーム初のリーグ優勝に大きく貢献され、最多勝、最多奪三振のタイトルを獲得、沢村賞に選ばれました。このように数多くの大記録を残された外駒さんに、広島県代表チームが甲子園で全国制覇することを願って、要求していただきます。よろしくお願いします。